おはようございます。どうも、かムです。朝の8時なんですけれども、いつも通り世界チャットは喧嘩していますね。まあ、てなかにですね、リークではあるんですが、来シーズンのパッチノートっていうのが公開されました。まあ、確かに来シーズンも修正内容っていうのは多いんですけれども、俺が一つ紹介してるのは、やはりインフレ。P90 とかクリグ6を超える武器は現れるのか、早速見ていきましょうか。 それでは早速一つ目なんですが、ハブラ君ですね。ADE 速度と反動減少の強化が来ます。まあ今まではね、その強武器からもハブラれてたハブラ君なんですけれども。まあ、ADE 速度アップと反動強化が来ても、まあ派遣には食い込まないでしょう。まあビビたる強化って感じですね。で、続いては BK ですね。BK57 はヒットウリンチの強化。だから、ね、ヒットウリンチこれ撃たれた時のね、ひるみっていうのが、まあ、 少しなくなると。そして弾のバラつきを強化。そして反動減少と。弾のバラつきっていうのはこれですね。これ。このバラつきが少しなくなるって感じですね。まあこれもまぁビビったる強化ではないけど、まあまあな強化にはなると思うね。そしてついて、オマんを。まずは a d 速度のアップ。まあでも今でも全然早いと思うが。で、リロード速度ですね。リロード速度の増加。まあ確かになんかリロード速度は。 他の武器に比べて遅いような気はする。そしてついて ICR 射程の増加。一応これ編集で書いてると思うんですけれども、えっとね、二つ目の射程が伸びるのかな二つ目の、じゃ、もう2メートルだけ。うん。二メートルだけなんで、まあ中距離が強くなるって感じやけど、んまあそんなにぶっ壊れるっていう心配はないと思う。そして三発目のリコイルシフトを減少。これ三発目のリコイルシフトって何なんですかねこの1、2、3の跳ね上がるときって感じ あー、3発目のリコイルが上がるの。だから反動が少しなくなるって感じかな。それではついて EM2 ですね。こいつまあまあ派遣候補で来シーズンかなり強くなるんじゃないかなって言われてます。まずね、こいつには弾丸速度っていう概念がありまして、それがデフォルトで強化されると。そしてこれですね、レンジャーバレルの、なんかレンジャーバレルがね、めちゃめちゃ強化されるらしいですね。 一応この90%の弾丸速度が70%に弱体化そして ADS 速度がアップ、まあ、15%プラスのところこの15%プラスっていうのが、まあ、若干10%とか8%に減少されるとそしてもう一つ AM 時移動速度マイナス15%っていうのが減少するみたいですだから主に機動性が若干アップするって感じレンジャーのそして一応拡張マガジンも強化されるらしいですね そして今まで豆鉄砲って言われてた MSMC に射程の強化。そして反動が、まあ、改善されると。反動が良くなるって感じ。そしてリロード速度がデフォルトで25%減少。25%減少はね、相当でかいと思うね。まあ言うたらさ、この早技。早技でも15%、まあ、リロード速度が速くなるんですけれども、デフォルトで早技。だからまあ1.5。1.5分の効果が追加されるって感じ。デフォルトで早技っていうのが。 そして、拡張マガジン。36ラウンド拡張マガジンが40に変更されると。まあ、相談数アップって感じですね。そして、ついて 9XR。腕のダメージの増加。これ今、腕どれぐらいなんや ?23。これワンチャンあのね、まあ、詳細なそのダメージ数は書いてないんですが、23から25になって全身4発キルになる可能性がありますね。これ全身じゃないか。 あ,あ、一応、カー身は20なんで。だから、この腕が23から25にアップし48キルになるっていう可能性もある。まあ、だから言うたら豆鉄砲じゃなくなったって感じ。そして、ついて MX9。横方向反動が減少と。これ、横方向反動今でもあるあ、これか。これがなくなるって感じ。まあ、まあ、なくなるではないけど、ちょっと若干弱くなるって感じ。このスーっていう。横に行くやつがね。 ま、これは確かに、全盛期までとは言わんけど、全盛期レベルの、こう、反動、だから、中距離性能が出るんじゃないかな。まあ、言うて今でもそんな、反動あるって感じはせえんやけどな。そしてついて、ラッパーっすね。ラッパーは、えー、まず、ダンガー速度強化。まあ、言うたらこいつにもその、EM2 と同様に、ダンガー速度っていう概念があるんですけれども、 ま、確かにアタッチメントに66%と33%ありますよね。これが強化されるデフォルトで。そして射程の強化って感じですね。ま、あ言うたら中距離がさらに強力になるって感じ。ラッパに関しては。そしてついて、今シーズンの新武器、ティンコですね。一応これも、えー、書いてはいるんですけれども、これどれぐらい上がるんねやえー、0から12、12から20。あー、だから、 あ、第1とし、第2が上がんのか。なるほどな。でもこれも言うてそんなにね、ビビったらも、ってくださ、いそんなにディンゴってキル速が速くないじゃん。個人的にはね、こいつキル速をどうに、いや、でもキル速が速いんかな、こいつ。でも言うてこいつ何が弱いんかパッとせえへんのよな。まあ、皆さんはこのディンゴの何が弱いと思いますか。個人的には、うん、でもどうなんやろ、こいつ。あでもなんか威力なような気もする。 でもこれでなんかさ、2発キルとか3発キルになったらぶっ壊れるから、ちょっとこいつはね、まあ要注意って感じ。そしてついて、M16 っすね。M16 の、これっすね。これ、ワイルドワイヤーに、大幅な弱体化がきます。まずヒットフリンチ弱体化。だから言うたらその、受けた時のひるみを増加するって感じ。そして、反動が調整されるみたいですね。反動が弱体化ではないので、まあ良くなる部分もあるし、 弱体化される部分も追加されるって感じ。まあ、確かに無反動すぎるわな。まあ、このワイルドワイヤーっていうのが弱体化されるんで、M16 のバーストが弱体化されるって感じではなさそう。そしてついて、クリグ6ですね。まず ADE 速度弱体化。そしてマガジンの弱体化で、このマガジン、え、まず拡張マガジンの起動性つ、え、あ、 起動性低下を追加。だから言うたら、リロード速度と多分移動速度マイナス3%とか増えるのかなこの拡張マガジンに。そして、ファストマガジン。だから、これかな高速でもそんなさ、このファストマガジン、高速リロードになんかそのね、マイナス効果追加してもそんな意味ないような気するけど。もしかしたらこれ翻訳見捨てて、高速リロードではなくて、拡張マガジンとか拡張マガジン B に、えー、移動速度低下だったりっていうのがつくかもしれませんね。 でもさ、クリーシックスってみんな何の弾薬使ってるんやろうな、プロゲーマーとか。なんか拡張マガジンとかのような気もするんですけれども、どうなんでしょうか。まあ、使用率高いマガジンを弱体化せんと意味ないですよね。そして、ついて、ジャックの弱体化。まず、ヒップファイヤーの拡散を増加っていうような感じなんで、ヒップファイヤーやっていうのはね、腰打ちっすね。腰打ちの、これ。これが、これ、これさらに弱体化するのこれ。これ誠ですか、これ。これさらに。 これさらにさ弱体化したらさ、中華にガチの豆鉄砲になると、ほんまに近距離しか戦えなくなる。そしてダメージの減少。ダメージの減少はね、普通に痛そう。ダメージの減少は普通に痛そうやね。ま、どれぐらい弱体化するかによるが。そして P90 の、移ード速度が低下すると、そしてこれ、アタッチメントですね。こいつにある、えー、っと、ストックの、ストックの、これ、あ、これ使用率高いやつや。使用率高い YKM ライトストックの、 20%プラスになってる AM 時の移動速度、これが少し低下するみたいですね。だから、ね、20%から10%とかになるって感じ。これは MX9 が暴れてた時と同じ弱体化の仕方やね。まあ、言うたらその、レレレ、横移動速度を遅くするっていう弱体化。 そしてついて、オペスキでの修正内容なんですが、まずバリスタ。えー、効果時間を30秒から20秒に下げます。これかなりでかいですね。そしてもう一つ、ソーダ数を3発から2発に減少と、ってな感じ。3発から2発はね、相当痛いと思うわ。正直言って効果時間は、まあ、そんなになんか影響ないような気もする。でもどうなんやろ。ま、あ確かに最高で2キルしかできなくなったんで、まあ、使用率は減りそうっすね。こいつを使うぐらいだったらアナイヤレーターとかで良さそう。 そしてついて、シャドウブレード強化ですね。効果時間が20秒から30秒に増加と。ま、あでも言うてさ、そのシャドウブレードって、なんかあの、なんて言うんやろ。効果時間がなくなって終わるっていうより、普通に生身やから、生身で殺されるっていう時の方が多いですよね。生身で殺されて終わるみたいな。そして、スティッキーグレネードのダメージが増加。そして、クライオボムの範囲が増加。だから言うたらこの冷気、パーってなるあの氷のやつが、 若干ちょっと広くなるって感じかな。これも暗いオボムをさ、一歩間違えれば荒れるよな。そして最後に C4 の弱体化ですね。まあ、弱体化言うてもダメージの減少なんで、まあ、ワンパンできるのには変わりないですが、反射とかっていうのが出やすくなるって感じかな。まあ、てな感じにですね、どうだったでしょうか。一応クリグ6とか M16 とか CBR とか、そういうまあ大事なところは弱体化確かにされるんですけれども、バリスタとかね。でも、 EM2 が派遣になるか、来シーズンの新武器が派遣になるか、てな感じなんじゃないかなと思ってます。てな感じで今回はこれで終わっていこうかなと思ってます。よければね、高評価だけでもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイ。